はい、まあ、今日はね、はい、まあ、お疲れ様でしたね、2人とも。うん、非常にお疲れ。うん、明日の俺の動画のネタを2人で考えて。なるほど、ね、うん、なるほど、ネタがないと。うん、そうなの。僕だったらネタがないときは、うん、はい、いつもやってることをもう一回やったりしますね。うん、真面目か。それね。ごめんなさい。何ですか、それ。漫才なわけじゃないですか。漫才じゃないの。なんか言いたくなっちゃったんですよね。そうね。まあ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 。なんか、神の声が、神の声が、ね、ですけど、うん、そうですね。なんか、何がいいですかね。一緒にちょっと考えてくださいよ。ですね。うん、これ、すごい絵ですよ、これ。トッププレイヤー2人、正座してますからね、今。いや、やっぱり、こう、うん、グロランを目指して、うん、はいはいはい、だけまずね、はいはい、ウルトラレアが今強いって言われてる、はいはい、そこが乾燥させないといけないんで、はい、乾燥させる動画をぜひ。出た出た無茶ぶり、ね、なるほどですね。そうです、うん、僕は、うん、ハルパパさんに50時間グラチャレを回してもらいたいと。グラチャレでグラチャレでグラチャレ12勝ああなるほどね。あ、なるほどね。うん、50週ぐらいいけます、うん、今ね、うん、50時間生放送っていうのが一応ね、うん、最長って言われてる、はいはいはい、まあ、それを超えつつ、はい、ウルトラを完走する、はい、なるほど、動画撮ってもいいんじゃないかと。こうしよう、この動画をもう明日のネタそのものにしよう。なるほど、はい、あ、はい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 、じゃあ、はい、あのキヨキヨも、はい、俺の動画のネタ考えて、耐えて、耐えて、ですね、先輩、うん、助けてください。やっぱり耐えて、もう3人で、あ、そうですね、やっぱりそうですね、はい、生放送のネタ、はい、生放送のネタなんですかね。地獄だな、ここ地獄だろう。そうだな、ハルパパさんがやっぱり主体であるべきだと僕思うん で、 そうです。あ、はい、ドズルさんをここに呼んでみたっていう動画、ありがたい。あ、でもそんな近くにドズルさんがいるわけ、うん、いるわけないな、うん、いるわけない、うん、絶対クソ動画でしょ。あ、そうそう、だからもう全然クソ動画でしょ。ほんとね、もう皆さん、まあまあいいわ、まあ、まあ、まあ改めて言うわ、はい、お前たちさ、はい、あの今日の生放送本当にお疲れ様。お疲れ様でした。ちょっと一ついいですか。はい、ハルパパさんが全部面白さをこっちに投げてくるんですよね。こっちを作れっていう感じなんですよね。そう、プレッシャー感じます。ちょっとハルパパさんの面白いっていうものをね、うん、ちょっと聞きたいなと。確かにね、はいはい、滑らない話、滑らない話、滑らない話。あ、分かった、じゃあこうしよう。はい、お願いします。明日は柔道をやります。、はい、ご視聴あ